have been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected. Hurry. When the day becomes the night, and the sky becomes the sea, when the clock strikes heavy, and there's no time for tea, and in our darkest hour, before my final rhyme, she will come back home to Wonderland and turn back the hands of time. Time is a he. He is not someone you want as your enemy. Please, sir, the Hatter is in danger. Young lady, your time is up. This cannot be good. Hello, Alice. I present you with a gift. はい、皆さん、キスケです、今回紹介していくデッキはエルフ、今の環境やっぱりアグロネクロとか復讐ヴァンパイアとか増えてきてですね、今さらエルフかよとかね、エルフじゃ勝てねえよとか思っているそこの君、はい、今画面の向こうの、はい、そう君です。いや、しかしこのデッキならエルフでね、安定した勝ちを取ることができます。はい、エルフ好きなんだけど、やっぱ今の関係じゃ勝てないから仕方なくネクロマンサーやヴァンパイアを使っているあなた、はい、そう、あなたです。はい、いや、このデッキならね、エルフでも勝つことができます。それではデッキの中身紹介していきましょう。今回使っていくデッキはこちらですね。まあ形的にはコントロールエルフになります。キーカードとしてはやはりこの人食いの庭ですかね。今の環境ね、あのアグロネクロとか増えてきまして、このカードが結構刺さりますね。はい、相手のターンに相手のフォロワーが自分のリーダーに攻撃するとき、そのフォロワーに2ダメージなんで結構ぶっ刺さりますね、アグロにはね。はい、まあ人食いの庭を引いてくるウリエルをピン刺ししてるってとこもまあこだわりかなと。でまあ後半は一気にね、サハクイエルとルシフェルのコンボやイスラフィールのコンボ、まあバハムートね、最終でジャングルの守護者で決めてしまっても良いと。はい、エンハンス銃の効果がすごい強力でね、4号の疾走が2体出てくるので、まあ8点与えれると、進化が残っていれば10点与えれるんで、これはかなりフィニッシャーとしては優秀なカードじゃないかなと思いますね。あとグリームにね、はい、それでは早速ね、はい、未だに信じきれてないあなた、はい、早速試合の方行って確かめたいと思います。それでは試合の方行っちゃいましょう。はい、それでは1試合目 B ショップ。私だって戦えるんだから。このデッキ後攻の方がね、進化権の強いんですけど、まあまあまあそこは自分の立ち回りで補っていこうか。まあ今のビショップってやっぱイージスかガルラがすごい多いっすよね。まあアグロネクロ対策でイージスの方が今多い環境かな、やっぱり。もうここはベビーエルフメイを出しましょう。
いや正直ね、イージス出されちゃうと。ニコ、頑張ります。いやー、放天で。あー、重機ね、オッケーオッケー、問題ありません。常に、はい、序盤は耐えていく感じでいきましょう。で、ここはまあ、遠征のフル、ね、エルフ。これで放天で消されないからね。3ターン目に4号は正直強すぎ。戸惑うよね。やっぱちょっと考えると思うんだよ、4号は。頑張ります。ユニコね、うん、ここはベビーエルフメイン2枚で倒しちゃう。で、こいつ顔面で、はい、まあユニコは出さないでおきましょう。手札はね、やっぱ多い方がいいんで、そんな序盤に無理して動く必要はありませんね。結構盤面的には非常に有利な状況なんで。さあどうくるかね。野心様には近づけさせます。進化する、あ、しない。進化しないのであれば、ユニコ進化で取ろうか。ユニコ頑張ります。ここで決めるよ。進化で取りましょう。ユニコだってやればできる。ビーン、悲しき写真様。えい、やっぱ序盤にガツッと与えておく、与えれるときはやっぱ与えておくのがね、やっぱいいと思いますね。多分ライオン進化でこいつ取って、こいつで、いやーでもユニコほっとかないよね、きっと。放天とかあるかな。あ、放天だね。これで決めます。ここはどうしようかな。命の巡りとは覚悟。いや、なんか動いときたいよね。そりゃそうだね、そりゃそうだね。どうしよう、どうしよう。顔面行って、導きでとりあえず引いてみようか、カード。はい、ユニコ。ユニコじゃダメなんだよ。ユニコ出しとこう。ユニコ頑張ります。ここは進化圏使いません。次サハーとイスラで取れるんで、いや、あと5点なんでね、なんとかしたいところなんですけどね。あー、進化取りましょうか。まあ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 、大丈夫。じゃあサハイスラー、いや待て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 、いやーどうしようかな。いや、サハイスラー、悩むなこれは。うん、どうしようかな。悩みどころっすね。いや、サハイスラで行こうか。やっぱ44をフィールドに残しておきましょう。悲しみを歌わせないで。はい、これでターンエンドで。まあテミスとか来るようであればクリスタリアエリンで BP 回復し、APEP か、 EP 回復して体力も回復しておきましょうか。古に続く眠りをここからです。あなたもこの地で眠るがいいわ。どうしてそんなに愚かなの。ひっどいな。いや、ここはサハ、サハイスラもう一回しよう。争いは醜い。
悲しみに歌い争わないで。まあこれはしょうがない。悲しくはないわ。でこいつ進化して病気だよ。まあ EP は次で回復できるんで、はい、あと1点だからね。あと1点、あと1点どうする。私の負け。よーし、勝ちです。勝ちですね。はい、2試合目ネクロマンサーですね。私だって戦えるんだから。いや、このデッキでやっぱネクロマンサーに勝つことに意味があると思うんですよ。いや、導きいらねえか。あー、来ましたね。こいつの力見せてあげましょう。いや、でかいでかい。もうちょい後に来てくれ。さあさあさあ、人食いの庭の威力見せてあげよう。クリスタリア、リリー。ここはいや、でもリリー残しときたいな。いやー、アグロか、ネフティス系の、ネフティス系のあれだと思うんで。森の命は必ず守ります。リリーでモルディカイをね、雪だるまに変えてやりたいところなんですけどね。もう少しマシな魂はないの。やられていく。うーん、リリー、ここは寒いの。どうしようかな。やっぱ前半は耐えることに重点を置いた方が賢いかな。覚悟しろ。きっとね。こいつ強えわ、ほんと。こんな強い。お姉様。おかしいやろ。化け物かよ。どうしよう。リリー進化で、でもリリー残し、いやー。くそ。くそ。モリアらしいフェアリー進化。何して遊ぶの？ここで決めるよ。で取ろう。なんか体がキラキラしてるね。いや、リリーはちょっと残しとくわ。念のため。うわ、帰ってくる。なんていやらしいやつ。クソ野郎が。てめえ、てめえ許さねえ。いや、待て、冷静になれバカ。冷静になるんだよ。リノセウス導きでちょっとなんか引こうや。さあ引いていく。人食いの庭置いとくか。多分ね、人食いの庭出したら絶対テキスト読むと思うんだよ。ひどいなー。あー、死んでいく。うわ、こいつほんま嫌。ニコ、頑張ります。めっちゃ嫌。まあね、ここでサハ・イスラでアラスイは見にくい。ガツンと取ろう。悲しみに歌うアラスイ。もう後半ですから、はい、これで、うん、さあさあさあ、バハ2枚あるからね。どんでん返しよ、どんでん返し。何来てもリリーで雪だるまに変えてやるからな。名手の選手は甘く見るなよ。カムラ変えてやろうかな。てめえカムラ変えてやるわ。ここはダメだよ。うざまみやがれ。
あわよカムラ。ヒダルマにやされていく。ここはな、どうしよう。グリームニルは置いとくとして、リノリノでちょっと圧力を圧力を。リノは無視できないでしょ。さあ試合も後半、俺のフィールドにしていく。もっと破壊していく。私のさらなる力を見せよう。まあ、バハがあるわ。バハでぶっ返しましょう。いやでもな、カムラあったら終わりだよ。カムラあったら終わり。いや待て、ここは、いや違う、バハでドーン。おいカムラ来たら導きで帰ってくるわ。はい、どうする。うわブルート、うわ最悪、これはやばい。うー強えこれは強い。うわやべえ。はいバーブートドーン。あなたを喰らえば。マジどうするどうする、またブルートか。やめろよ、ほんとやめろよ、振りじゃねえからな。更新せよ。おー減った、果ての果てまで減った、取れんの。はい取れないね。進化するしかないじゃん。まあそうなったら全然いいっすよ。うん、進化してこいって感じ。進化してこないのであれば、イスラフィールド。ああ、取るね。取るよね、そら。英語の前にはすべてが無駄だ。全滅させてやる。どういうデッキなのか。ようわからんな。我こそ踊り狂う暴風。踊り狂う暴風か。いや、グニームに出してもな。イスラフィール出す。悲しみを歌いましょう。イスラフィール出して進化。奏でれば悲しみの嵐は。2点与えていく。戻してもいいやけどね。いや戻さん、嘘だよ。なんで戻すんだよ。あと7か。まあグリームニルで悲しみを聞こえます。さようならイスラフィール、お前のことは忘れない。いや待て、リノセウス、リノセウスいいぞ。リノセウス顔面導き、なんでグリム。リノセウス顔面導き勝ち。どうだグリームニルじゃねえ、イノセウス。はい勝ち。見事な、まあ後半もイノセウスは生きてくるということで、はい、ネクロマンサーに勝ち。はい皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。あ今回ねエルフ使いましたけども、今日でね現環境も最後となりました。はい、もう明日からはついに新しい環境、ワンダーランドドリームスパック出ますね。はい、どういう環境になるか全く想像つきませんが、やっぱアグロネクロとかランプドラゴン、復讐ヴァンパイア、やっぱ王道のデッキを使って勝つっていうのもいいと思うんですけども、やっぱこういうマイナーのなエルフ、コントロールエルフとかもう全然誰も使ってないやんっていうデッキを使って勝っていくと、そういう楽しみ方もあり、はい、
今回の環境ずいぶん楽しませてもらいました。はい、次の環境も非常に楽しみでね。もちろんパック名前も引いていくんですけども、やっぱりニュートラルの強化ということでね、はい、ニュートラルを主軸としたデッキを組んでまた動画とか出していこうかなと思います。はい、コントロールエルフいかがですかね。はい、このデッキ結構勝てますね本当に。やっぱりこのターザンくんが試合を決めてくれたりとか、はい、2試合目にあったねリノセウスで決めてしまうとかね、いろんな勝ち筋がね、はい、あるデッキなんで、うん、現環境トップにも引けを取らないようなデッキになったんじゃないかなと思います。はい、それでは今回の動画よろしければチャンネル登録グッドボタンお願いします。それでは皆さん、良きシャドーバーストライド、さよなら、じゃあね。